まず結構長い間お休みをしてました。このままずっと何も言わないで休むのはちょっとどうかなと思って、心がちょっとね、ちょっと痛むというか、なんかちょっとなんか言っといた方がみんな分かりやすい、みんな分かって安心するかなと思いまして、まずですね、5月の終わりぐらいからちょっと喉が痛くて、でそんなことってしよう、人生で本当に2回もうないぐらいで喉を壊したことがなかったんだけど、そう、扁桃腺が腫れてしまったんですよね。そう、それで話さなくても痛くて、話したら余計痛くてみたいな感じで、気温とか気圧によってしよう、体調が崩れやすくて、体調も結構不安定だったんですよ。でそれでご飯が食べれなかったりとかで毎日ね寝込んだりしてました。本当にこれはね、体調が悪かったですね。メンタルも結構ねちょっとね不安定というか、あんまりその元気ですみたいな感じでいれなくて、自分がそうちょっとあんまり元気がなかったっていうかな、まあ、今もねそんな元気ですって感じではないんだけど、一回ね気持ちもねリセットしたいなと思ってます。もう少ししたらまた笑ってみんなの元にちゃんと帰ってこれると思うので、気長に待っててください。引退はねしないというかする予定はないです。なのであんまり心配しないでください。みんなのことをとても大切です。